毎度エブリバーデー森健です。今回は藤井聡太先生が芦田愛菜ちゃんに入学お祝いのメッセージを送ったことが判明しました。芦田愛菜ちゃん大学に入学したんですね。そのお祝いのメッセージを送ったことが分かったんですけどね。はい、このことにより2人の未来が見えました。見えちゃいました。なぜ見えたかというところです。はい、森健大予言です。この動画初めてご覧になられる方はね、わからないと思いますけど、私森健、未来が見えます。未来が見えちゃうんでね、この2人の、未来が見えました。その見えた未来をねお伝えしたいと思います。まず1つ目は将来の2人について、そして2つ目が〇〇の時にはあの大物スターからお祝いのコメントが届くということも森健見えちゃいました。はい、この2つをね後ほどお話ししますが、その前にこの聡太先生が、はい、芦田愛菜ちゃんに、入学にのお祝いメッセージ、どのようなメッセージかということをね、ちょっとついて、ネットに取り上げられてましたので、それをまとめましたのでご覧ください。はい、こちらがまとめた記事なんですけどね、さらっと見ていきましょうか。はい、将棋の藤井聡太六冠、が芦田愛菜さんに大学合格のお祝いメッセージを送ってあげたらしいよと棋界関係者の間で話題になっているということですね。聡太先生というかね、ただいま叡王戦と名人戦対局中です。タイトル戦中ですけどね、これはもう将棋界ではもうすごく有名ですね。こういう緊迫した戦いの中で、こういう心を和む話題が出て、まだなんかほっこりしますね。はい、将棋界の若きプリンスと最初兼備な好感度ナンバーワン女優のとの出会いはサントリー緑茶伊右衛門の CM での共演だ。2021年3月に同 CM をめぐる特別対談で初共演が実現したということですね。これも伊右衛門の CM は将棋界ですごく有名でね、聡太先生この CM 出演以来、対局中にはねよく伊右衛門を飲んでますよね。そしてこの2人の、CM はね、まあ、金屏風バックに和装姿の2人にね SNS でも話題になりました。まるで結納会社のような佇まいで素敵、これ以上の似合いカップルはどこを探してもいないというね、声がありましたね。この CM でね、CM 関係者はこのようにおっしゃってました。はい、さすがと感心したのは、普段から人見知りで口数の少ないことで知られている藤井君が愛菜ちゃんの絶妙会話の誘導で場が和んだことです。スタッフの心配も何のその、現場の藤井君のリラックスぶりに収録に同席した日本将棋連盟関係者も目を丸くしていたようです。愛菜ちゃんの懐の深さと柔軟性、勉学以外での頭の良さも垣間見えた瞬間でもありましたとねおっしゃってましたね。さらにまあ関係者はこのようにおっしゃってましたね。聡太先生のことについて、藤井聡太六冠は普段は知ることのない二十歳の青年の顔だったということですね。さらに続けてね、事前に藤井君については予備知識は頭に入れていたのですが、実際の現場でのギャップには少し驚かされました。普段の CM の席では、普段のインタビューの席では質問者から目をそらしたり目をつぶって言葉選びながら考える藤井君、対談中には愛菜ちゃんの顔や目をしっかり見つめながらカメラがあることも忘れているような素振りで会話を楽しんでいたように見えたからですとね関係者おっしゃってたんですけどね。いや、これほんまに思いました。この CM 見た時、聡太先生あ普通になんかあなんか若者同士を会話してるなという感じでしたね。これまだ続きますね。はい、時間の制限がなければ、まるで大学キャンパスの芝生の上でランチでも食べている仲間のような雰囲気の会話でいつも楽しんでいたのでは、2人の相性の差をすごく感じましたとね、ね、関係者もそうおっしゃったんでね、やっぱりこの CM 見たとき、将棋ファンとしてもちょっとびっくりしましたね。聡太先生、ほんまに普段もなんか堅苦しい感じですけど、なんか対局後とかのね、感想も上見たり喋ったりとか、ちょっとね、もう数十秒飽きてから答えたりとかね、そういうのではなく、ほんまにね、ここにあるようにね、もう大学のキャンパスで、
ね、喋ってる仲間のような、なんか雰囲気の会話だったんで、ね、この CM 見た時、ね、将棋ファンもびっくりしましたね。はい、そのことでちょっとやっぱりね、ちょっとふと思い出すのはこれ羽生先生、羽生先生の場合はどうやったんかなってね、やっぱこう思った人いらっしゃるんじゃないですか。このまああの関係者によると、羽生氏は奥手で挨拶行くにも及び腰だったということなんですけどね。どういうことなんでしょう。まあ羽生先生の場合ですけどね、人気棋士と人気女優といえばすぐに頭が浮かぶのがやっぱり羽生先生と、当時 NHK 連続ドラマ、テレビ小説今日二人でヒロインを務めた畑田理恵さん夫婦だろうということですね。さらっと言いますね、二人の出会いは、まあ、雑誌で出会って、そこからね、畑田理恵さんが、舞台公演に招待してから急速に仲が深まって結婚したということです。1999年3月28日、結婚しましたね。当時25歳ですね。25歳にお互い25歳で結婚しました。はい。当時の主催でハウスは意外に奥手で、招待されたお礼に楽屋に一人で挨拶行くことにも及ぼし、結局先輩森下卓氏に、仲介行くために面会と記してあるということなんですけどね。あ、びっくりですね。なんかね、なんかあれですよ、羽生先生といえばね、もう将棋やったらもうここぞという時は攻めますしね、大胆に行きますし、ですけど恋愛となったらまた違ったんですね。いや、恋愛ではこれはね、森家思うにはこれ羽生マジックですね。これはやっぱ羽生マジックかな。将棋ではね、ハブマジックっていうのがあるんですけど、誰もが思いつかないような手を出す、ハブ先生のハブマジック。これはハブマジックでしたね。恋愛でもハブマジックが出たということですね。はい。ということで、ね、まあ、このようにして、ハブ先生はね、結婚したんですけどね、まあ、ハブ九段と、畑田の場合、二人の距離が急速縮まったのは、雑誌での対談後に、畑田が羽生を舞台にご招待というアクションがあったため、このケースを藤井六冠と明日に当てはめると、 CM と雑誌という違いがあるものの、対談後のリアクションが二人の人生の分岐点になる可能性はあり得る。今回の、藤井聡太六冠の入学祝いメッセージがそれに当たるんではないかと期待する動きはね、向きもあるということですね。はい。はい。藤井六冠はプロ入り決めたのは2016年10月、インタビューで、彼女、交際相手の存在について次のように語っていた。それが将棋が強くなったから。すごいしっかりしますね。将棋が強くなったからですね。藤井六冠はこのまま快進撃を、続ければ、今週にも将棋界の最高といわれる8大タイトル、完全制覇という偉業を達成するなど、将棋が十分すぎるほど強くなった今、藤井六冠の刀に彼をそっと支える存在だとしても不思議ではないということなんですけどね。これはね、来たんじゃないですかね。ちょっと戻りますね。やっぱ羽生さんの場合はね、畑田理恵さんが羽生さんを舞台に招待したのがきっかけだったんですよね。今回本当にこの入学祝いメッセージ、それに当たるのではないかとありますけどね、これはね、もう当たりますね。当たっちゃいますね。当たっちゃうんでね、これはね、もう森家も見えちゃいました。未来が見えたんで、ね、そのことについてお話しします。はい。冒頭で森家大予言、見えた未来とはについてね、お話ししました。私森家、未来が見えちゃうんでね、もう未来ほんま分かっちゃいました。この二人について、2つ言いましたね。将来の2つについて、そしてね、〇〇の時にはあの大物スターからお祝いのコメントが届くということでね、この2つ今からお話します。はい。まず1つ目、将来の2つについて、これも分かっちゃいました。もう具体的に言いましょう。具体的に言いましょうか。はい、言いましょう。はい。この2人、将来と、その前にこれだけ言わないでください皆さん。これね、これ森健、文章、ここに文章にしません、文字に出しません。なぜかというとね、未来を書くと森健バンされます。ある企業を森家に狙われてます。藤井聡太先生のことを何か、書くとね、やっぱバンされちゃうんでね、森家も口頭で説明します。だけどね、皆さんこれを聞いたからといって、絶対、言わないでください。
ツイッターやブログとかで、ね、モリケンこんなこと言ってたって言わないでください。そして、ね、またコメントに批判コメントしないでください。そういう方はね、モリケン即ブロックします。わかりました、いいです、約束してください。はい、いいですか。この後ちゃんと約束守れる方はこの動画続き見てください。守れない、モリケンの言うことは信じない、バカ野郎、お前なんかもうめちゃめちゃもう告げ口しちゃうっていうね、ある企業に告げ口しちゃうっていう方はね、もうこのから見ないでください。はい、スマホやタブレットで見てる方は YouTube アプリ閉じてください。パソコンで見てる方はね、右上のバッテンボタンをクリックして画面閉じてください。よろしいですか。はい、10秒間待ちます。その間お考えください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.9、9.9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 9、9.
モルケンがこの2人の将来についてお話ししたことを口外しないと約束してくださった方ばかりですね。わかりました。お話しします。モルケンが見てきた未来、皆さんにお伝えします。はい、いきます。将来の2人について、この2人が将来結婚します。結婚します。結婚するだけではありません。皆さん、結婚するだけの年齢も分かっちゃいました。ね、ハブ先生の場合は、ハブ先生、畑田理恵さん、お互い25歳でしたけど、もう年齢も分かっちゃいました。この言わないでくださいよ。ね、言わないでください。ね、モルキンバンされちゃうんでね。その、ね、結婚する年齢も分かっちゃいました。それも言いましたか？はい。二人の結婚する年齢は、ソータ先生が26歳。アシタマナちゃんが24歳です。これも分かっちゃいました。もうマナちゃんもね、さすがにあの大学在学中の時には結婚しません。こんなアホなことしません。バカ野郎は大学中の在学中に結婚する人もいますけどね、アシタマナちゃんはちゃんと、学校卒業して、またね、社会経験を経験してから結婚する予定です。で、ソータ先生もね、26、まあ、ハブ先生より1歳ね、後に結婚ですけど、まあ全然、26でもまだね、世間一般か、今の時だったら若いぐらいですからね、できる。まあ、その、そうだですが、26。マシナマーちゃんが24の時結婚するというのも見えちゃいました。はい。これがね、一つ目でした。はい。二つ目。二つ目ですね。はい。二つ目覚えてますか、皆さん。二つ目ですね、これ。はい。はい。まるの時には、あの、大モンスターからお祝いのコメントが届くということですけどね。はい。これはもう言っちゃいましたか。これはもう言っちゃいました。はい。まるの時。これはもう、一つ目で言いました。これはね、まるまる何かというと、結婚の時です。結婚の時には、あの大物スターからお祝いのコメントが届きます。はい。そのお祝い、その大物コメント。その大物コメント。あ、大物コメント。大物スターから、お祝いのコメントが届く。その、大物スターとは、はい。この方です。はい。はい。わかりますよね。布袋さんです。布袋さんが届きます。なぜね、布袋さんからメッセージがね、結婚の時届くかというと、アシタマナちゃんと布袋さん、サントリー天然水の CM に共演しましたね。このことがきっかけで、アシタマナちゃんと布袋さんもつながってね、将来、アシタマナちゃんが結婚した時にね、ソータさん、ソータ先生にもお祝いのコメントを送ります。布袋さん。これ皆さん覚えておいてください。これももう一回ね、未来が見えちゃったね。これはバラしてもいいかな。布袋さん、布袋さんがお祝いコメント将来するということね。はいね。はい。ということでね、今回は藤井聡太先生が、アシタマナちゃんに入学のお祝いメッセージのことについてお話ししました。はい。いかがでしたでしょうかね。皆さんの、大予言、ね、皆さんの個人的な大予言もね、ぜひご遠慮なくコメントしてください。ね、どんどん森健、コメントお待ちしております。はい、皆さん自由にコメントしてくださいね。はい、今回はここまでです。それでは最後のお楽しみコーナー、森健じゃんけん。ではいきますよ。森健じゃんけん、じゃんけんグー。はい、勝った方も負けた方もお気軽にコメントしてください。以上、森健でした。 Thank you everybody. See you.